はい。 セクション10、二桁目に入りましたね。はい。えー、金属結合と結晶、えー、そして結合のまとめということで、いよいよ結合も終わります。金属というのは、やはりあのー、我々が戦士時代、えー、戦士時代まあまあ、歴史においてですね、金属というのは、あのー、人間生活を発展させていく上で、あの、重要なものでございました。そんなところも触れていきながら、おしゃべりできればなと思います。 そもそも金属結合っていうのは何なのかっていうと、可電子が、えー、自由電子として働き、えー、緩やかな結合をすると。まあ、例えば銅がありましたと。で、銅がこういうふうに2プラス、2プラス、2プラス、2プラスっていうふうにあったときに、まあこうやって電子がね、えー、それぞれこうあるんですけど、 この電子はこいつとこいつとかそういう風なのが決まってなくて、まあこうバラバラにこうなっていて、で、まあプラスですからマ、まあ、イナスと緩やかに引き付けられ、引き付けられ、引き付けられ、引き付けられ,けられっていう風な感じになっている。えー、これが、あのー、金属結合と言われるものです。えー、ですんで、この電子っていうのは電荷をかけてあげれば移動することができたりする。まあなんていう風なやつですね。 まあ、あのー、中学校の時にもやりましたが、えー、それによって、えー、金属光沢、えー、磨くと光る、えー、手つですか、えー。そして電気熱度、電動性を有しそして、転性、えー、これは広げることができる。遠征線状にすることができる。えー、そういうふうな、あ性質を持っているわけなんですね。 字は汚いですね。申し訳ないですね。はい。えー、大丈夫でしょうか。で、当然なんですが、常温では基本的に固体なんですけども、えー、水銀っていう物質があります。えー、水銀って言ってるぐらいですから、こいつは、えー、通常の状態。まあ、1.0×10 の5乗パスカルで、えー、25度程度だったら液体になるよっていうことも頭に入れておきたいですね。ちなみに、常温常圧で、 単体が液体になるものっていうのは、えー、ものすごく数が限られています。そう。ほとんどは固体。または、え非、ー、金属元素だったら、えー、気体になるんですけども、えー、水銀と臭素。こいつらは単体が液体でっていう風な感じで問題で聞かれることもありますので、ちょっと注意をしておきましょう。 身近な利用というふうに書いてありますね。はい。単体で利用することもあれば、えー、その他の元素と混合し合金として利用するなんていうふうなこともあるわけですね。えー、なぜこれはその、昔からね、そう、金属というものが人間生活に入ってきたときに、まあ、ちょっと歴史の勉強ですけども、最初に登場してきたのは制動器という、えー、ものでした。 で、これから鉄が生まれて、そして最終的にある、えー、電気。 というものを我々がちゃんとゲットすることができて、アルミニウムという、まあ、電気をやたらめったら使えば、まあ、単体として取り出せる。まあ、そういうふうな流れがあったんですけどね。はい。えー、まず鉄から話をしていきましょうか。鉄っていうのはやはり非常に丈夫な金属であります。えー、ただ、あのー、鉄単体は錆びてしまう可能性があるので、えー、鉄を主成分として、そう、こいつ主成分ね、 こいつを主成分として中に、えー、クロームやニッケルや炭素を混ぜ込んだものそれがステンレスはいステンレス鋼と言われるものがあるわけなんですね同じようにアルミニウムも、えー、軽くて丈夫なんですけどもさらにその丈夫さを、えー、高めていくためにジュラルミンジュラルミンケースってねなんか お金がたくさん入ってるアタッシュケースみたいなね。アタッシュケースって正しいのかなわからんけど。まあ、えー、そういうものがあります。これは、えー、アルミニウムを主成分として、えー、銅、マグネシウム、マンガンを入れる、えー、という風なやつです。au と ag、えー、金と銀ですね。まあ、こいつらは綺麗なわけです。で、基本的にこいつらっていうのは、あのー、掘り出した瞬間に、えー、単体なわけです。 逆に言うと、こういうやつら、まあ、イオン化傾向って言葉は中学生でも今知ってると思うので、えー、こいつらっていうのは基本的には出てくるときには酸化物なので、 はい。えー、これをなんとか単体化しなければいけないっていうふうなことが、まあ、ああ、歴史的にも科学史的にもまあ重要なんですが、まあ、銀と金っていうのはもう花から単体で算出されるもので綺麗なので、えー、メッキという技術が生まれました。メッキっていうのは一体何なのかっていうと、例えば何でもいいです。こういうふうに鉄があった時に、その周りだけを、えー、金や銀で加工していく。 まあ、こういう技術のことを我々は、メッキという風うに呼んでいます。さあ、出てきました。銅です。銅は、ええー、まあ、ここでは効果と書かせてもらいましたが、ええー、様々なものに利用されています。ええー、銅線に利用することも昔はありました。まあ、今はニクロム線っていうのが、あのー、主流なんでしょうけどね。まあ、いろいろあります。ええー、銅で喋っておきたいのは、やっぱり様々な合金を作る。 えー、王道。まあ、これは亜鉛と一緒に使って五円玉ですね。まあ、金管楽器。えー、サックスとかにも使われますね。聖銅、先ほどお話しした聖銅器っていうのは銅と鈴の合金です。え今、ー、今であれば十円玉に使われてますねと。あとは白銅。ニッケルが中に入ってるものです。え5五十円玉、百円玉に使われているなんていう風な感じですね。 その他にも、電池というものは、基本的に金属をよく利用するわけです。えー、そうですね。例えば、一番最初に出てくるのは、まあ、あの、電池で、えー、中学校で勉強してきたのは、アエンと銅を使って、ボルタ電池作ったり、ダニエル電池作ったり、えー、そこから、えー 乾電池作ったりでまた鉛を使って鉛蓄電池っていうね、えー、ここから充電できる電池蓄電池っていう風に言いましょうかそういうものができたりしてるんですけどもまあ、今流行りのものといえばやはりスマートフォンスマートフォンの電池に使われているのは、えー、リチウムになります、えー、リチウムイオン電池っていう風なやつですねまあ、レアメタルとも今言われるかもしれませんねという風に我々が、えー、人間生活 そを発展していく上において金属というものは非常に欠かせないものでなおかつその金属を単体で使うのみならず合金混ぜてですねその金属の特性を高めていったっていうのが頭に入っているといいんかなという気がします。では結合と結晶を簡単にまとめてみたものがこちらになります。 はい。一般には、えー、結合力の代償に準じて、高度や優点、まあ、沸点が決まるというやつです。一番結合力が高いのは、共有結合結晶、ダイヤ、黒鉛、えー、ケイソ、二酸化ケイソ、まあ、14族がこう絡んでくるやつらですね。 はい。えー、黒鉛以外は硬く、電動性がありません。逆に言うと黒鉛だけ、えー、柔らかく電動性があることに注意をしてください。えー、ダイヤモンドは、えー、有点が4、約4000度。高いですね。という感じです。次、イオン結晶。 イオン結晶は基本的には陽イオンと陰イ,イオン。陽イオンになれるものっていうのが、えー、金属元素やアンモニウムイオン。そして陰イ,イオンになるものが非金属でした。復讐とすると、まずは硬い。硬いことは共有結合結晶と変わらないんですが、脆い。えー、衝撃でまあ壊れる、えー、可能性があると。 固体では電気伝導性がなく、えー、液体、まあ、つまり水溶液やそのものを加熱してドロドロに溶かした融化液では伝導性があるよ、というやつですね。えー、酸化バリウムっていうのがありますが、それが大体約2000度。えー、僕たちが身近にあるイオン結合物質として、えー、塩化ナトリウム、NACL がありますが、それが大体800度と。比較的高めです。 そして次が金属結合。まあ、これは金属単体、ええー、というふうに書いてありますね。はい。ま、円成、点線に富むっていうのは先ほど説明した通りで、固体の状態で伝導性がありますと。様々な融点を取るわけです。以前ご紹介しましたが、ええー、タングステンが約3000度。で、水銀というものは、ええー、もう常温常圧で液体でございます。ええー、マイナス39度と。様々な融点を取るというのが特徴です。 そして、えー、一番結合力が小さいものが分子結晶。はい。分子結晶っていうのは分子間に働く弱い引力によって分子たちが緩やかに集合したものです。当然これは非金属のみでできています。共有結合でできているわけです。えー、特に、要素。ドライアイス。ナフタレン。そして水。 えー、こいつらは、えー、まあ、水は入れない方がいいかもしれませんけども、この三つっていうのは、えー、消化性があるというのが大きな特徴だったかと思います。大丈夫ですかねはい。で、こ から先は、あのー、ちょっと科学の世界。科学基礎じゃなくて科学になっちゃうのかもしれないんですが、簡単に。その分子間に働く引力っていうのはどのように決まっているかっていうと、一番、あのー、強く働くのが水素結合です。極性の極値なんていうふうに僕は呼んでるんですけども、HF だったり、HO だったり、HN だったり、 こういういうに、H、と FON っていうのはまあ分かりやすく言うと電気セーでは大きいかなり大きいやつらなんですね。 ですんで、あの、HF であったり、H2O であったり、NH3 っていうのは、まあ、あの、この後の勉強で分子量とかって言葉が出てくるんですけども、それが、まあ、基本的には大きい方が、あのー、u 沸点は高くなるんですけども、そんなに大きくなくても、あのー、u 沸点が高くなりますよっていうことが問題で聞かれることがあります。前回を勉強しました極性を有する。ね。 曲性があるのとないのとではあった方が分子管力に働く、えー、引力が大きくなりますよと。それは、まあ、例えば、あ失礼、えー。何でもいいんですけども、えー、H があって、えー、じゃあ CL があったときに、えー、こっちがデルタマイナス、こっちがデルタプラス、まあ、こっちに力を引き付けられるわけですよね。ということは、ここにも H、ここにも CL っていう風にあったときに、デルタプラス、デルタマイナスっていう風になったときに、こいつが このマイナスに引き付けられる。で、反対側にも、こう、CL マイナスがあったならば、ええー、マイナスが、マイナスって書いちゃダメだね。ええー、CL があったならば、ええー、このデルタマイナスがデルタプラスに引き付けられるなんていう風な感じで、ええ極性を有していると集合しやすいと。で、まあ、最も弱い引力の一つとして、えー、分子量、質量による効果と。 2番と3番をまとめてファンデルワールス力なんていう風に言ったりするんですが、これはどうなんでしょうね。科学基礎というよりかは科学な気がします。さあ、いかがでしたでしょうかね。えー、チェックの方進みましたら、いよいよ、えー、結合結晶最後の問題になります。えー、10番ですね。こちらの問題です。えー、では、やってみてください。僕は3秒後に解説をします。3、2、1。 参ります。1番です。金属金に関する歴史的な話ですね。見てみましょう。えー、人類はその歴史とともに四種々の金属を利用してきた。まず、なんとかと鈴。あ、これは青銅器についていってますね。ですんで、これは4番入れるといいんじゃないですかね。銅が入るでしょう。 えー、合金が比較的低い温度で加工できるため装飾品として、えー、使われてきた銅卓とかっていう風なの聞いたことありますかね。まあ、それも精銅器で作られているものがほとんどです。ついで、高温での精錬が可能になると、農具や刃物としての、いいですね。はい、えー、これは鉄のことを言っているはずです。6万が来るんでしょう。 19世紀末になって酸素との結合力が大きい何とかの精錬も可能になり、その軽さのためがヒントですかね。はい、軽い金属でございます。アルミニウム8番をここに放り込んであげることになるでしょう。4、6、8と入りました。 以下の記述でまとめの問題ですね。はい。塩化ビニール出てきてびっくりしたかもしれませんが、まとめなんで許してください。こいつは、えー、パイプや、え飛、ー、膜線に使われる。これは正しいですね。はい。エチレンを重合させて、問題ないですね。袋に使われるのかなはい。問題ないと思います。ポリエチレンテレクタラート、ペットボトルですね。はい。えー、PET って書いちゃっていいですかえー、 こいつは、えー、飲料用ボトル。いいでしょう。ジュラルミンは、ニッケルを主成分ち。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。主成分は、アルミニウムでしょはい。えー、混ぜ物として、えー、ちょっとこっちの方を見てみましょうか。混ぜ物として、えー、しかもニッケル使ってねえな。<laughs> はい。えー、主成分はアルミニウムでしたね。ということで、4番は明らかにおかしいので、答え4番でした。 高純度で透明度の高い石英ガラス。まあガラスの主成分で石英っていうのがあるんですけどね。えー、こいつは、えー、光ファイバーに使われる。まあこれは大丈夫でしょう。はい。ということで、えー、この問題の答えは改めて4番でした。また誤りを含むものを選びます。食塩は NACL は、はい、金属と非金属でできているので、えー、イオン結合。問題ありません。融点は比較的高いです。確か800度前後。 金は金属結晶。そりゃそうでしょうね。金属結合結晶、えー。叩いて金箔にできる。これは転生について言っていたわけですね。ただし、ケイ素は単体の金属結合。待て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 ケイ素は非金属だよ。今一度おさらいするよ。14属。 く、さ、い、げ、すんな。これを覚えてほしい理由は、上二つが非金属で、下三つが金属だよっていうね、金属と非金属が半々で混ざっている、結構特殊な属だったんだよっていうことね、ここで思い出しておきましょう。ということで、誤りを含むものは3番。 銅が自由電子を持っていて、電動性や熱伝導性があるっていうのは問題ないでしょうし、ナフタレンは分子結晶、えー、消化性があるっていうのは、これは正しいですね。おっと失礼 はい。えー、そして、これが最後かな。4番。ダイヤモンド、塩化ナトリウム、アルミニウムに関する記述。ええー、ABC、A B C、それぞれ見てみましょうと。え固、ー、体状態で電動性があるのは金属ですから、A はアルミニウムじゃないとまずいですよね。次。A と B は水には溶けないが、C は水に溶ける。この中で水に溶けそうなものは、塩化ナトリウム、食塩しかないですよね。 そして A と C の融点に比べて B の融点それはねダイヤモンドが最も大きいですから、えー、ごめん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  B の塩化ナトリウムこんなところに線引いちゃダメだよごめん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 えー、C は水に溶けるだから C に塩化ナトリウムがないといけないよねで B の融点まあこれがダイヤモンドのことですね約4 0 0 0 °っていうやつなんでこの問題の答えは6番と決まったわけです いかがでしたでしょうか結合結晶がこれで終わりました。いよいよ次回から計算が本格的にスタートします。えー、物質量ってやつですね。はい。では、今日はこの辺にしておきましょう。